サンタマリア・デッダ・サルーテ聖堂の祈りの中でベネツィアと共にあるパドバの聖アントニウス。サンタマリア・アッスンタ教会の聖フランシスコ・ザビエル礼拝堂祭壇が東洋で説教するフランシスコ・ザビエル。カルミニ教会のトラパニの聖アルベルト。ピエトロ・リベリはイタリア・バロック時代の画家である。主にベネツィアとベネトで活躍した。主に宗教画を描いた反面。 しばしば官能的な主題を選択したためリベルティーノの愛称で呼ばれた。リベリはパドバで生まれ、パドバニーノの元で最初の修行をした。リベリは波乱に満ちた人生を送った。イタリアを広範囲に旅行した後、イスタンブールへ向かう、航海の途中でチュニスの海賊に8ヶ月間拘束された。マルタを通じて解放された。リベリはシチリア島。 ナポリ、ピサを訪れた。彼の生涯の数年間、リベリは、サラセンジに対して、トスカーナ公国のために戦っていた、カバリエールのアントニオ・マンフレディーニの軍隊で傭兵になり、現在のトルコのイスケンデルンにあるシキア城を占領するために戦った。従軍を終えると、トスカーナのリボルノに戻り、1637年にリスボンを訪れ、さらに、 フランス南部沿岸のリグーリアとスペインのマドリードを訪れた。トスカーナに戻って再び海外に集中し、ローマに旅行した。ローマで彼はホリヴァン氏、ステファノ・デラベラと共に生活し、レオポルド・デ・メディチのためにサビニの女たちの略奪を描いた。その後、フィレンツェに戻ってカミア・ヨラトリを買いに天井画を描いた。1643年にはベネアに旅行し、 サンタマリアデデレリティのために、福音書記者たちを描いた。ベネツィアのサンティジョバンニエ・パオロ聖堂の大祭壇画や、サンタマリアデル・ラサルーテ聖堂のために、祈りの中で、ベネツィアと共にあるパドバの聖アントニウスも、また、リベリの作品である。1662年、総督、フランチェスコ・モリノによって騎士に上された。ドゥカーレ宮殿には、ダーダネルスの戦いのフレスコ画を描き、 オンニス・サンティ教会のために、幼児虐殺を、ビチェンツァ大聖堂のために、運ぶネオサルの青を描き、ベルガモのサンタマリア・マッチョーレ教会には、大洪水を描いた。リベリは例えばエストニアのタリンにある、エストニア美術館の一部である、カドリオルグ宮殿に所蔵されている作品によって、代表される。彼の傑作は、サンモイゼ教会の祭壇が十字架を発見した聖ヘレナである。 息子のマルコリベリも画家となった。他の弟子にはジャンナントニオラザリがいる。カテゴリー1605年生。ありがとうございます。